ベスト対山は、日本の競争は、重症カチクラに、その金牌、そのフレンドリーカップ、笠松グランプリ、白銀総派、梅見月牌、東海大賞、サマーカップ。2004年6月10日、北海道競馬のフレッシュチャレンジ競争を勝利した、ものの、札幌競馬場で走った、中央競馬の芝のレースは2戦とも着外に敗れた。 シーズン終了を待たずして、園田の斉藤隆史級者に移籍。重傷で高レースを見せるも、この世代のトップホースである、グレートステージにはまるで歯が立たなかった。斉藤隆死去の後斉藤博史級者に移籍。4歳となった2006年に復帰してから条件戦を地道に勝ち上がり、9月の S1 特別を初勝利する。 続くリマ町新聞の父特別でロードバクシンを破る。その金牌2着の後、距離が1000メートル短縮された、兵庫ゴールドトロフィーも4着とまとめ、兵庫県競馬の特別関東馬に選出される。2007年の初戦は、お手馬が重なった、加減利がチャンス到来に起乗したため、長島太郎に乗り換わる。久々のレースで、馬体重が2 9ラム増えて終始、 おっつけ投資のチャンス到来に対し、得意の1400メートルで勝ちパターンに持ち込んだが、ゴール前で差し切られ敗れた。園田フレンドリーカップで重賞初制覇を果たし、その後、園田金牌まで6連勝を記録。園田金牌の勝利により、兵庫県競馬の最長距離重賞と最短距離重賞を制覇した。さらに兵庫ゴールドトロフィーに出走する。この年から、 ハンデ戦となって、前年の優勝バリミットレスビットとの金量差が広がったが、前年と同じく4着に終わった。2008年は、そのダフレンドリーカップを連覇。シンドバットが従来持っていた、レコードタイムを塗り替える1分15秒後での勝利だった。休養を挟んで復帰したものの、 夏負けの影響があり場体重がなかなか絞れず、目標だった JBC スプリントまで3連敗を、喫する。笠松グランプリでは、馬体重を 10kg 絞って臨み、単勝小判人気ながら、勝利を挙げ、ほとんど兵庫から出ず、うち、弁慶との悪評を一周した。その後兵庫ゴールドトロフィーに出走したが、体重増もあり急着に敗れた。2009年には、 兵庫県競馬の都市代表馬に選ばれるほどの成績を収めた。まず中一周で、笠松競馬場の白銀総派に出走し2着に4馬審査をつけ優勝。その後も名古屋競馬場と笠松競馬場にたびたび遠征し、梅見月杯、東海王花賞、サマーカップに勝利した。一方ダートグレード競争では、名古屋大賞典4着。 兵庫ゴールドトロフィー5着と前線止まりであった。チャンス到来、アルドラゴンとの兵庫3強対決となった、兵庫大賞点では、チャンス到来から2場審査の2着だった。2010年も、白銀総派から指導し、2着アルドラゴンに2分の1場審査を、付け連覇を飾った。続く、福山競馬場のマイル総派で2着に敗れた後に、故障し1年余り出走が途絶えたが、 9歳となった2011年も現役を続け、途中北海道競馬に移籍した。2012年は6戦したが、未勝利であった。再び、北海道競馬へ移籍したが一走もせず、8月7日付で引退。引退後は、ニーカップ町の中央牧場で種ボバとなった。2016年8月19日付で、用途変更となり、種ボバを引退した。 サンクは2頭がデビューしたが勝利を挙げた馬は出ていない。ありがとうございます。